最初だけじゃんけんほい。
目薬させてるとこ証拠で押さえてたからね。怖い。ありがとう。映ってるよ、バッチリ。スッキリした？え？スッキリした？すっきりした。ほんと文字絞る、ここがね、しょうがないのかな。
列グッズ買う列が、しかもチケット持ってる人しかグッズ買えないから、ああすごいね。これドラマ部屋上さんのやつですね。流しますね。はい。では今の事務所なんですが、社長に相談して分かってくれて、応援するよって言ってくれて、また遊びに来てねって言ってくれて、それで8月いっぱいで、やめました。で、今今年の11月発売に向けて今アルバムを、制作しているところです。10曲入りの初のホンマイカのアルバムをこの素晴らしいメンバーと一緒に作っています。今レコーディングの最中で、はい、順調に進んでおります。そこで初の MV ミュージックビデオを、ということになりました。私の一部の最後に歌ったブルーブルーという曲、ブルーブルーというのは空の曲を聴いてみます。その曲をね、ちょっとつい2日前まで新潟の方に、新潟の笹川を流れっていう撮影をしてきました。今日カメラを撮っていただいているたくみさんと、あとヘアメイクの山田さんと、あとね、アシスタントが来てくれた髪長くんが呼びに行ってきました。なんかこう一から構成から編集まで全部自分たちでやりたいと思って、私の信頼するメンバーをちょっと集めて、すごい大変でしたけど、なんとか撮り終えて、今、たくみさんが一生懸命編集をしているので、きっと、いいものに、なるんじゃないかなと。なりますなりますぜひ、期待しててください。そういうことで、アルバムと一緒に、その番組を始めて、11月18日、土曜日、なんと横浜の赤レンガ倉庫の中にあるモーションブルーというところでライブができることになりました。皆さん11月18日開けとってくださいね。土曜日です。このライブが私にとってのスタートのライブになるかなと思います。どんどんこうね、やっていって来年に起業して、どんどん成長、もっともっと成長していきたいなと思ってますので、皆さんどうぞこれからもよろしくお願いいたします。繰り返
ですこの寂しさが、いつか強い光に変わる、その日を信じて